ファイナルスワット。
やれやれ、こんな陳腐なものがとりには過ぎた演出なのですが。へいへい、最終章かにゃ。こんな小器を出せ。ダメ、レッツ。何？ブレイド、空間に存在するエーテルエネルギーを武器のクリスタルへと送り込んで力を発生させている。僕たちにはその流れさえも操ることができる。 俺は、まずいぞ。武器からどんどん力が抜けていく。ダメです、お嬢様に力を送れない。ご主人、調子がおかしいですもん。お前ら、なんで炎を欲しがるんだ。愚問ですね。天の聖杯の力が欲しいからですよ。 真の望み、すべての人間を抹殺するためにね。本当に真が言ったの？人間をすべて抹殺するって。今更だ。分かっていたはずだ、君には。人間の本当の姿が。 バカ野郎、止まるな。
ミーターだろ。おおと、スペルビアに攻め入るための船、武器、兵士、生きるのに精一杯な連中、実に滑稽な姿じゃないか。今じゃ世界のどこにもあんなものがうちゃうちゃある。今だけじゃねえぜ、500年前からちっとも変わってねえ。そりゃ親父も見放すさ。はあ、いいえ、変わってないのはあなた。父様、人間の抹殺なんて望んでない。なら俺たちはなぜ存在する。おかしいだろ。俺たちはこいつらを消し去るためにこの世界に降誕したんだからな。これは奴のブレードからじゃない。まさか。めんどくせえから終わりにするぞ。よいっすね。同感です。君も！ヤコ！さま！こっちだよ！ニャ！ドラ！やめろレックス！今は無理じゃ！レックス！ふっ、女を殴るのはいい気はしねえな。切り刻んでおいてよく言うよ。渡さねえぞ。くっ、領域外からの攻撃か。バンタムさん。あのでもね、そんな位置からの豆鉄砲、いくら撃ったところで当たりっこしませんよ。そんなことは百も承知だ。いいかレックス、ブレードの武器にはなこういう使い方もある。貴様まさか。武器に残ったエネルギーを直接体内に。エーテルの流れなんかは関係ねえってわけだ。どりゃあ！さっさと逃げやがれ。そんなことできるわけないだろう。レックス、死なないんだろう。死ねないんだろう。なぜこんなところにいるんじゃねえ。生きて、生き延びて楽園に行くんだ。行かせねえよ。終わりだ。イカレックス、お前の戦を戦え。やれやれ、とんだ茶番だ。レックス。うわ、よくもバンダムさんを、バンダムさんを。ダメ。
逃げて。鬱陶しいぞ巨像。こんなところで。ルックス兄貴、こんなところで消し止め。ルックス、そんなものになったからって、なんだってんだ！バカ野郎、上だ！私はホムラじゃない。私は光。ホムラは私が作り出したもう一つの人格。人格ってよそ見しない。ああ集中して。君が集中してくれないと私から力を渡せない。バカだ。僕の力がまるで役に立たない。あれだけの力を足りねえだ。あいつの力の源はエーテルじゃねえ。エーテルじゃない。その姿いいぜ光、高鳴ってきた。行くわよ。これは因果律予測。因果律、未来に起こる出来事を視覚化してるの。彼らの動きの軌跡、その先を読んで反撃して。わかった。バカだ。あれを避けられるはずか。気をそらすな。続けてくるぞ。血だらけだぞ。明らかが！なんなんだ！こいつらの連携は、これじゃ対処のしようがない。これが天の聖杯の本当の力だ。懐かしいぜ。待ってたんだよ、この時をずっと。なあ、光！ブレイク！しかないぞ！オッケー！これは間に合わないぞ！
エリア。お前たちの未来は計算完了。ノード最高ファイナルトマット。全力でやるよ光。集中して、レックス。セイクリッドアロー、いっけー。こいつだ、デッドリルドライブ、デッドレッド、カブトブレイク、イエーイ。急いで急いで、待てない、待てない、何だ、何だ、無駄なサポートやめろ。ファイナルトマット、やれ、止めて、よっ、ノードライブ、バッチ。お前たちの未来は計算完了。フェイナルストラップ、見せてあげる、フルパワー、いいじゃん、ないじゃん、エクリア、カニキ、いいね、聞いてやるよ、天の聖杯のシーズンから、カブトブレイク、最高じゃねえか、カブル陣営、ファイナルストラップ、カニキ、ドンローバッグ、クイーチー、バッチ、アンカーソット、エンドレーズ、フルパワーハンター、ハッソードストライク、お前の未来は計算完了、ドライブドライブストラップメイト、バレットパンチ、スカゲキ、リフレッシュ、準備は整ってきた、キラキラゲーム、もう遅いかも、なんだ、お前は結婚通り行くよ、準備 OK、 フルパワーファイナルトマット、いくぞ、終わりにしましょう、何も言っても構わない、行こうじゃない、いや頼む、任せときなって、うん、トリガーレイジ、花よろしく、間やってやるもん、シェイトワン、花スピンカッター、フィニッ、いいじゃん、ダブルスピンエッジ、ファイナルトマット、どんどん全力でやるよ光、集中して、レッツ、セイクリッドアロー、いっけうわ
魂は死せず、またさまようこともなく受け継がれるのみ。幸いなるかな、命の結束。世はすべて林間の断りの中に。どうしてここにお墓作るも？おっちゃん、村に返してあげないのかも。命を落とした場所に埋めてやるのが傭兵の魂の弔い方なんじゃ。ごめんなさい、バンダムさん。私があんな奴らの話を聞いたばっかりに。ごめんなさい、ごめんなさい。君が悪いんじゃない。いずれあいつらは俺たちの前に現れたと思う。俺たちみんなバンダムさんに命を救われたんだ。今はありがとうって送ってあげよう。バンダムさん、俺戦うよ。俺の戦をホムラと一緒に。ホムラ、もういいの？ええ。そうか、一生起きないんじゃないかって心配してたんだ。ところでホムラ、昨日のことなんだけど、光って言ったっけ？なんで急にあんな風になったの？え、それは私も知りたい。あの力普通じゃなかったよ。あれが天の聖杯の本当の力？あんたの身に一体何が起きたのかちゃんと説明してよ。トラも知りたいもん。ホムラちゃんすんごく強かったもん。なんでも、なんでも。これ、予算かお前たち。あれは、つまり…どうして、どうして私を起こしたの？起きたくなかったのに、出てきたくなかったのに、この力を使いたくなかったからあの子に代わってもらっていたのに、なんで起こしたの？起こすって。君がもっとしっかりしてれば起きずに済んだの。この力を使わずに済んだの。バンダムって人に言われてたんでしょ？力を効率よく使えって。今は逃げろって。無理して無茶して、でこれってもう最悪じゃない。なんであの時。分かってるよ、そんなこと分かってたよ。あのままじゃダメだって。レックス、それでも俺、あいつらに君を渡したくなかった。君を守りたかったんだ。やだ。とにかく疑問があったらあの子に聞いて。以上、あとよろしく。あ、ずるい。ごめんなさい、皆さんお騒がせしました。
私と滅は天の聖杯。この世界を消し去ることができるほどの力を与えられて生まれたブレイドでした。滅も天の聖杯なの？ある時、一人の男が神に会うために世界樹を登って楽園を目指しました。でも楽園へとたどり着いた男は神には会えませんでした。男は神の御座にたどり着いた証としてコアクリスタルだった私と滅を持ち帰りました。そしてアルストに戻った男は滅を目覚めさせたんです。何のために目覚めさせたのかはわからない。欲のためか、力のためか、それとも。目覚めた滅は、天の聖杯として与えられた力を、世界を消し去る力を振るいました。何の疑いもなく、純粋に、それが当然のこととして、私はそんな滅を倒すため、一人のドライバーの求めに応じて目覚めました。私と滅は戦った。激戦の末、私は滅を倒すことができたけれど、その戦いで、三つのアルスが沈んでしまった。戦いの後、私はこの力が二度と目覚めることがないよう封印し、この姿、この人格となって眠りにつきました。500年前の出来事です。聖杯大戦じゃ。光を目覚めさせたのは五王国イーラの英雄アーデル。アーデルは世界を守るため光のドライバーとして戦った。わしらアルスもその戦いに加わった。人と共に生きる、それがわしらアルスの定めじゃからの。ちっちゃん、アーデルは眠りについたホムラを一隻の船に隠し、誰の手も届かぬ雲海の底深くに沈めたんじゃ。その船を俺が見つけたのか。そして俺とホムラは、私たちの出会いは運命だったと思います。でなければヒカリちゃんは目覚めなかった。ヒカリちゃんって呼んでるの？あの場所、夢の中の楽園で私とヒカリちゃんはいつも話をしていました。いつか私たちが目覚める時が来たら、その時は楽園に帰ろうって。帰って私たちの本当の目的を果たそうって。それは再び滅を倒すっていうこと？はごめんなさい、ひかりちゃん、あんなことを言って。ひかりちゃん、レックスのことを守りたい一心で出てきちゃったんです。自分に施した封印を解いて、天の聖杯としての力も使って、私が使うこの力は、そんなひかりちゃんの天の聖杯の余剰エネルギーだったんです。気にしないでよ。俺が力不足だったのがいけないんだ。それより、本当のこと話してくれて嬉しいよ。そしてありがとう。みんなを守ってくれて。守った？私が？ホムラの力はすごいよ。
伝説は本当だったんだなって思った。ごめんなさい。私ホムラってさ、よく謝るよね。それってさ、光の聖杯の力を気にしてるからだろ。俺さ、ホムラがそんな風に謝らなくてもいいように、悲しい顔しなくてもいいようになりたい。うん、必ずなるよ。レックス、力はそれを使う者の心の形。バンダムさんはそう言った。ホムラの力はみんなを守る力だ。守られた人たちはみんな笑顔になる。ホムラやみんながいっつも笑顔でいられるようなドライバーに俺はなる。女を泣かせる奴は最低の男だ。女を笑わせる奴は最高の男だ。サルベージャーの合言葉その3。ってね。兄貴、花の修理、ちょっと手伝ってほしいもん。わかった。今行くよ。そうだ。今日の晩飯何？ミートボール入りポトフとかどうです？おお、そいつは楽しみ。あれがレックスという子じゃ。悲しみを笑顔に変えて明日への力とする。似とるじゃろう、アデルに。これは？それを持ってアーキディアへ行け。その探検の持ち主が楽園への道を開いてくれるだろう。これブレイドの武器だよね。持ち主って誰なの？わしのドライバーだった男だ。ドライバーって、え、まさか。コールはブレイドじゃ。聖杯大戦を共に戦ったな。本当の名をミノチという。ブレードなのにおじいさんみたいだもん。なんでも騎兵のもの、マンイーターだからな、わしは。マンイーター？人の細胞と融合を果たしたブレードのことだ。聖杯大戦よりずっと以前、人とブレイドのさらなる可能性を模索した者たちがいた。わしはそんな者たちの手によって作り出されたブレイドの慣れの果てだ。昔の人はどうしてそんなことをしたの？人間と融合したブレイドはより得意な能力を身につける可能性があったからだと聞く。だが成功例はわずか、ほとんどが失敗したようだ。わしもその一人。わしはその代償として無限の寿命を失った。もうあまり長くはないだろう。おじいちゃん、それがついえる前にお前の行く末を見てみたい。その探検は同票だ。歩いてくれるか？ああ、もちろん。俺からも一つお願いがあるんだけど。なんだ？今度はさ、バンダムさんの物語書いてくれないかな。バンダムの？うん。そして劇団の人たちに演じてほしいんだ。楽園を見つけたら報告に戻るからさ、その時に見せてよ。そうだな、それがわしの責務かもしれんな。いいだろう、約束しよう。その代わり必ず戻ってこいよ。わかった。
約束するよ。Thank you.
張ってくるね。よし、私頑張っちゃうよ。みんな元気出していこう。頑張れよ。報告を聞かなきゃね。紹介に戻ってからスペルビアを経由して鳳凰町が最短ルートだな。港に紹介の船が来ているかもしれんの。ならタダで乗れそうだね。行ってみよう。お金いらないんですか？サルベージャーならタダで乗れるんだ。ホムラたちのことも交渉してみるよ。それは助かるもん。
清らかなる水の力よ。さあ、行きましょう。到着。やりましたね。よっと。
何が出るかなっと。何が出るかなと。草花は心を癒してくれますね。さあ、行きましょう。有名人なんだね。まあここでの仕事も長いからね。さてと、俺は帝国行きの船の手配してくるから、みんなは先に宿に行っててよ。オッケー、じゃあ後でね。